久保さん。ちょっと野球の、たまたまですね、昨日 YouTube でね、見まして、あの、ハンカチ王子のドキュメンタリーですね。ハンカチ王子って、あの、プロ野球選手になって、もう、3、4勝、5勝わかんないですけど、全然勝ててないんですよね。で、それで、ま、あその、過去の栄光と今みたいな感じで結構、ちょっと見たんですけど、まあ、何が言いたいかっていうと、 よく、この人だからできたんでしょってあるじゃないですか、久保さん。久保さんだからできるんでしょうと。じゃあ、ハンカチ王子ってどうなんですかね。あの人だからなぜできないのって今度言われるみたいな。<laughs> なんであんなに活躍してた選手がプロで勝てないのみたいな。あの人だからできたんでしょうじゃなくて、あの人なのになんでできないのって言われるっていうね。<laughs> 結局、どっち行っても一緒やんみたいなね。<laughs> うん、だから、関係ないと思うんですよね。うん、だから、 あのー、まあ、プロ野球っていう場所では、あのー、難しい。でも、昔は、高校野球、な、並びに、大学、大活躍。め、マスメディアにもめちゃめちゃ持ち上げられた。で、なんか、あの、ハンカチ王子の、あの、なんか持ってると思います、みたいな。で、その持ってるものを使い切ってしまったのか分かんないですけど。うーん。 だから何をやらなければいけないのかっていうと僕は思うんですけどやっぱり日々の鍛錬しかないかなと思うんですよね日々の。だ僕がそのやっぱいろ15年ネットビジネスやってきて思うことがやっぱりその日々継続して何かを続けていく鍛錬していく磨くっていうことをやっぱやめてしまったら結局その前持ってた宝も結局使えなくなるも,もしくは。 あのプロの世界だと、野球のプロの世界だとしたらあの、それを維持してね、日々鍛錬したとしても、うーん勝てなかったりする。だから、そのハンカチ王子がね、プロ野球選手になって怠けたのかっていうと、絶対怠けてはいないと思うんですよ。ちゃんと練習してると思うんですよ。だけど、もっと厳しかったっていうところだと思うんですね。だから多分そのお金を稼ぐっていうところでも、うんなんか情報商材やって、一発屋非常に多いわけですよ。 まあちょっと短期的に出て終わり、稼いで終わり、中長期稼げる人って本当に、やっぱその、まあリアル店舗の割合に比べると、まあどうなんすかでも一緒ぐらいか分かんないですけど、どうすかね、久保さん。リアル店舗と一緒かもしれないですね。出ては消えるの繰り返してたんで。継続的にやっぱ稼ぎ続けるためには、何がやっぱセン,センターピンで必要なのかっていうと、やっぱ日々の、 あのー、基本だと思うんですよね。日々の基本。なんかね、そのハンカチ王子が <laughs>、びっくりしたんですけど、これ2年前ぐらいの映像か3年前ぐらいの映像で、要は、ハンカチ王子の前世紀ですよね、高校、大学1年生の,あのフォームに直すべく、一番最あの、自分がパフォーマンス一番出てた時の、そのフォームと今の違いっていうのがあって、大,大学の時は、こう投げた時に左足が、 沈んでて、こう、グイって言ってたんだけど、今は、左足があ、あの、上がってきてると。だから、こう、うんっていけてないっていうところで、なんか昔に戻すみたいなね。<laughs> 昔に戻すんかよみたいな。<laughs> そう。だから、なんかね、基本って大事だなと思いまね。久保様 FX のね、基本の講座出したっていうことですけど、やっぱ基本が、最強なんじゃないかなっていう。基本に忠実になんか、 最新のテクニックってあんまいらないと思うんですよね。なぜならば人間が最新になってないからです。もちますね。これ結構大事なことだと思うんですけど、みんな最新のテクニックとか最新の稼ぎ方とか、あのー、星があると思うんですけど、人間がそもそも最新になってないですよね。<laughs> 人間の脳古いままの人が多いんで、アップデートみんなしてないですよ。 だって、未だにだってネットビジネス怪しいと思ってる人がいるわけじゃないですか。これって、これだけの情報が出て、ユーチューバーもあんだけ出てきて、ネットで稼ぐっていうところに関して怪しい、無理だと思ってるんだったら、それはチャレンジしてないだけであって、あと脳がアップデートされてない。だって、ヒカキンさんもそもそもスーパーのバイトしてた人じゃないですか。って話で。うじん。で、ゃちょーも普通のなんか高校生だったわけじゃないですか。 もうじゃあ、ハンカチ大島、ま、みたいにね、なんかマスメディアにめちゃめちゃその取り上げられてたのか。違いますよね。ヒカキンさんは最近、あの、今はね、マスメディアに全然取り上げられて、日本一のユーチューバーみたいなね。あれですけど、もともと一般人ですよ、みんな。うん、てか一般人ですよ。僕も一般人ですよ。僕も一般人ですけど、一般人からあの商品買ってくれる人がいるわけですよ。そう。だから今って、その、なんだろうな。 まあやるかやらないかで、そのやるっていうのも基本に忠実にしっかりやっとくっていう、日々鍛錬していく。で、人はアップデートされてないんで、やるべきことっていうのは、人と人のその関係性を深くするっていう、信頼を構築する上で、日々やるべきことやる、フリーコンテンツをしっかり作る、あとはワンツードを取るとか。なんか、僕もいろいろ勉強してきましたけど、もうこれだけで飯食えるなっていうのは、 なんか、最初は不安もありましたけど、やっぱ4年続けてきて思うことが、もう確信にほぼ変わってますね。これさえ間違え、やっとけば飯食えるなっていう。結局人はアップデートされてないってことですね。そうですよね、久保さん。なんか、久保さんがそっから中か始めた時の質問と、今の質問って変わってます多分変わってないですよね。変わってないですよ。僕も15年お客さんの質問を受けてますけど、質問の内容全くアップデートされてないですね。 時代はアップデートされてるしテクノロジーはアップデートされてるし環境もアップデートされてるけど人間アップデートされてないですねうんだからまあ基本やっとけばいいんじゃないかなというところでございますねいってらっしゃい